当チャンネルをご覧くださいまして、ありがとうございます。当チャンネルは国内外の話題やニュースに対し、主に海外の反応を取り扱っております。今回は、第122回ボストン、マラソン、16日、米マサチューセッツ州ボストン。男子で初優勝を飾りました公務員ランナー川内優輝、31、3の知られざる伝説に対して紹介いたします。日本勢では1987年大会の瀬古利彦さん以来31年ぶり8人目、9度目の快挙となり、世界最高峰シリーズワールド、マラソン、メジャーズでは日本勢唯制覇となりました。大雨、強風、スタート時の気温 3.3 度の悪条件となり、選手たちには過酷なコンディションとなったが、この悪コンディションも川内選手には望んでいたものだったようです。40キロ過ぎに、トップだった17年ロンドン世界陸上王者で前回覇者のジョフリー、キルイ、ケニア、をかわし、そのままゴール。最後は2位に2分25秒差をつける圧勝劇でした。最強の市民ランナーの偉業は身を超えて、イタリアメディアも特集。日本人が世界王者を破ったと称賛しています。この日本人はセミプロの選手でありながら、2時間20分以下の最多記録でワールドギネスにも選出された。2017年には12大会に参加し、5つのタイトルを獲得した。今年の元日には同じくボストンで行われたマーシュフィールド、ニューイヤーズデー、マラソンでは、氷点下17度の極限状態で2時間18分59秒をマーク。自身76度目の2時間20分切りという世界最多記録を樹立した偉業も紹介されています。その記録は、今回の優勝で79回に伸びました。では、そんなクレイジー川内選手の伝説についてご紹介しましょう。川内の伝説。実は箱根ランナー関東学連選抜の一員として6校2度走った。学習院大の学生としては、初の箱根ランナー。07年大会は6位、09年大会は3位。丸刈りで反省ロンドン五輪代表選考を兼ねた12年2月の東京マラソンで14位に沈んだ。五輪切符を逃がし、母、美香さんの手で丸刈りとなった頭で当時勤務先だった埼玉、春日部高へ出勤。誠意を示したかった。晒し者になった方がいいと語った。遭難寸前14年9月、仁川アジア大会に向けたトレイルランの途中、奥多摩の山中で道に迷った。熊の襲撃に怯え、崖から転落しそうになりながら何とか切り引き生きてるって幸せ。整備された道路を走るのは恵まれていると悟った。アジア大会は銅メダル。100キロ走り17年ロンドン世界陸上に向け、100キロ走りを練習に取り入れた。理由は、瀬古氏をはじめ、往年のナランナーが練習量を積んで力をつけていたから。16年秋は、群馬、渋川市から自宅の埼玉、久喜市まで利根川沿いに下るコースを走り、所要7時間半ほどだった。ギネス世界記録今年3月に2時間20分以内における最多完走数78回が認定された。世界大会では世界陸上は、11年第9大会で初出場し17位。2大会連続で臨んだ13年モスクワ大会では18位。日本代表でのラストレースと位置づけて臨んだ17年ロンドン大会では、入賞圏まで3秒差の9位で存在感を示した。五輪は出場なし。バイタリティ溢れる川内選手の伝説いかがだったでしょうか。本当に次々と常識を覆してくれる川内選手の新たな伝説に期待しましょう。